世界史上最高の名君は誰か。そのような問いがあれば必ず名前が上がるのが真の四代目皇帝皇輝帝だ。名君かい？名君なのかい？それはこれから語る皇輝帝の人生を見て判断してくれ。今すぐ断言しろ。皇輝帝が即位した時、秦は非常に不安定だったと言える。秦の外側は敵に囲まれ、国内の情勢も安定しているとは言い難かった。その上等の皇輝帝はわずか8歳。一歩間違えば国が滅びそうな状況だね。皇輝帝は1654年、順帝帝の第三子として生まれた。本名は愛新覚羅玄耀という。漢風の名前なんだね。そこには大きな意味がある。ヌルハチ、本太子、夫人。秦及びその前身の黄巾の君主は、皆日本語ではカタカナで表記される。意味があるんだね。黄巾帝こと玄耀は歴代君主としては初めて北京の紫禁城で生まれた。言い換えれば初めて中華領域で生まれた存在なのだ。秦は順帝帝の時代に入管したんだったね。黄巾帝が生まれる数年前まで、皇帝である順帝帝には実権がなく、叔父のドルゴンの専横状態であった。だがそんなドルゴンも1650年に死んだ。詳しくは、ドルゴン、を見てね。ドルゴンが死ぬと順帝帝による新政が始まり、今度は反ドルゴン運動が盛んになった。ドルゴンは糾弾され墓が暴かれた上に遺体に鞭が打たれ、ドルゴン派は一掃されることとなった。まさに栄枯盛衰。皇輝帝が生まれたのはまさにその旋風の最中だった。順帝帝自身が6歳で即位したということもあり、皇輝帝が生まれた時でもまだ10代。実権は反ドルゴン派が握ることになるのである。順帝帝が1638年の生まれだから、皇輝帝が生まれた1654年には16歳前後ということになるんだね。皇輝帝が生まれた瞬間を考えれば、秦で最も有力だったのはジルガランだった。ジルガランは大祖ヌルハチの弟の子供で、ドルゴンと共に共同摂政の地位にいた人物だ。でもドルゴンはジルガランをないがしろにしていたんだよね。そのため反ドルゴン派はジルガランを旗印としていた。そのジルガランは皇輝帝が生まれた翌年、1655年に死んだ。そして反ドルゴン派、ジルガラン派であったスクサ派、ソニン、エビルーン、オボイの4人が秦の実権を握ったのである。スクサ派はもともとドルゴン派だったね。スクサ派はドルゴンが死ぬと一転してドルゴンを糾弾する立場に回った。そしてこの4人が実権を握ったまま1661年に順帝帝が死んだ。まだ若いよね。1638年生まれなので、23歳前後で亡くなったことになるな。そして皇輝帝はわずか8歳で皇帝となった。実権を握るのは4人組。摂政は立てられなかったんだね。4人組の祖人の孫娘とエビルンの娘はそれぞれ皇輝帝の皇后とされた。こうして4人組は特権の維持を図ったわけだが、次第にお互いが邪魔になっていく。どの時代の人間たちも同じようなことをやっているね。権力を独占しようとするのは人という生き物の差がなんだろうな。4人のうち最も有力だったのは祖人だったと見られる。そして祖人が1667年に死んだ時から争いはより激化していった。中でもオボイとスクサ派の対立が深刻になる。醜い争いだ。1669年、スクサ派はついに死罪となる。権力争いにオボイが勝った結果だった。残ったエビルンもオボイに追随し、オボイの専横が始まったのである。ドルゴンの専横からオボイの専横へって感じだね。だがオボイの専横は長くは続かなかった。皇輝帝が祖人の息子である孫悟と図って突如オボイを捕らえたのだ。逆クーデターとでも言うべきだろうか。オボイは投獄され、エビルンも投獄された。皇輝帝は一瞬の隙をついて政権を奪取したのだ。皇輝帝ってまだ若いよね。この頃16歳ぐらいだからな。オボイの専横を打倒した皇輝帝は、新政を開始した。若き皇帝の新政だね。先ほども触れた通り、この時の秦には敵がたくさんいた。モンゴル、チベット、台湾。だが一番の敵は内側にいた。内側？三藩と呼ばれる者たちである。この者らは秦が入籍する際に満州族に協力した漢民族である。まだ皇輝帝が生まれる前の話だね。三藩とは御三家、消化器、
高中名の3人を指す言葉だと言え、この者らは満州族に協力した功績でそれぞれ王とされた。皇族以外が王となるのは非常に珍しいよね。漢や明では皇族だけが王になれたからな。秦は満州族の国とは言え、これは特別待遇中の特別待遇と言えた。それだけ三藩の貢献度が高かったということだね。中でも別格なのは御三家であった。満州族はヌルハチの時代から三階間を突破することができなかった。だが三階間の首相である御三家はドルゴンに降伏を申し出た。それで秦は入管することができたんだよね。御三家はその後李自成と激突し、明の維新を無残に殺害していった。そして雲南に反独立政権を打ち立てたのである。その力は強大で、三藩を合わせれば秦の中央政府をも上回ると見られていた。そしてその三藩が秦に牙を剥いたわけだね。どちらかといえば無化されたんだろうな。むむむ。ことの始まりは三藩の一角である消化器の相続問題だった。老いた消化器は息子にその地位を継がせようとしたが、皇帝はそれを認めなかったのだ。三藩の地位は一代限りというわけだね。ところがこれよりも随分前、1649年に三藩の一角皇中明が死んだ際には、西南王の地位がその息子である皇恵母に引き継がれていた。さらに1671年に皇恵母が死ぬと、その地位は息子の皇成忠が引き継ぐことになる。なのに消化器にはそれが許されなかったんだね。皇帝の意図は明確だった。三藩を取り潰す。でも三藩の方が今や力を持っているのだろう？秦の中央政府には反対の声が溢れたという。だが若き皇帝はごく少数意見を採用した。少数意見？このまま鉄板しなければ三藩の独立性はますます高まるというものだ。三藩の存在は皇帝が引き継いだいわば負の遺産だと言えた。これを放置すればやがて手がつけられなくなる。あるいはすでに手がつけられないところまで来ていた。手遅れになる前に叩くということだね。皇帝は非常に判断力に優れていた君主だと言える。1673年、皇帝は三藩に対して鉄藩を申し渡した。鉄藩というのは藩の取り潰しのことだね。三藩側はこの対応を予想していなかったと見られる。若き皇帝を甘く見ていたと言えるだろう。皇帝はまだ10代だよね。だからこその油断だろうな。三藩側はまるで戦いの準備はできていなかった。でも三藩側はもう戦うしかないよね。当初優勢だったのは三藩側だった。長江より南は総じて三藩の領土となり、台湾の定子やチベットも三藩に味方した。秦に敵対する勢力が連合した形だね。連合、には常に弱点がある。それはそこに参加した勢力の利害対立が存在することだ。皇帝は連合の利害対立を突き、御三家の孤立を図った。具体的には何をしたんだい？広東と福建の鉄板を取りやめたんだ。1676年には皇成忠と消化器の息子である尚思信が秦に降伏した。三藩のうちの二つが落ちたんだね。先にこの二人について触れておこう。尚思信はこの約4年後、謀反の疑いありと息子と共に逮捕され、北京に連行された後処刑された。最初から殺すつもりだったな、皇帝。一方の皇成忠もまた北京にて処刑された。人類が考え出した最も残虐な処刑方法である領地刑での執行だったという。さすがは世界史最高の名君だぜ。さてこの戦いには帝政公の息子である帝慶も参加していた。帝慶は台湾を出立して中華に渡り、皇成忠と合流しようとしたのだが、この二人は仲違いしてしまう。何やってんの？それでもなんとか共闘していたのだが、皇中明は早々に秦に降伏。帝慶は秦の軍団と正面からぶつかり敗北した。その上旋回令を出している。旋回令？海岸から約 25km を無人にする政策だ。これによって帝一族は中華との交易ができなくなってしまったのだ。貿易で財を成した帝一族には大打撃というわけだね。結局帝慶は台湾に撤退せざるを得なくなり、1681年に死んでしまった。最終的に御三家だけが残された。あるいは最初から御三家が狙いだったのかもしれない。なんかはめられた感じはあるね。
御三家は当初、福民を大義名分にしようとした。しかし人々はそれを冷ややかに見た。民の威信を無残に殺したのは誰だよって話だね。それでも御三家の持つ力は圧倒的だった。少子心や公正中が心に降伏すると、御三家は自ら皇帝を名乗り、そしてその数ヶ月後に死んだ。詳しくは、御三家を見てね。御三家の息子である豪遊とその子供御成林らはすでに皇規定によって処刑されており、生き残った御三家の孫である御成藩がその後を継いだ。だが秦の軍団の前に重要拠点が次々と陥落させられ、己の運命を悟った御成藩は自ら果てた。こうして三藩の乱は終わったのである。詳しくは三藩の乱を見てね。台湾では帝系が死んだ後、内部抗争が始まった。その結果帝系の長男は死に、次男の帝国宗が後継者となる。なお次男はこの時まだ12歳。幼い後継者がトレンドなのか。1683年、秦と帝氏台湾の間で宝庫海戦が行われた。結果は秦の勝利。帝氏台湾は降伏し、台湾は秦の領土となった。なお三藩は皆殺しにした後期帝であったが、帝一族は殺害せず、褒めたたえさえした。自分に牙を剥いたという点は同じなのに。民に忠義を尽くし続けた帝一族と民を裏切り秦をも裏切った三藩。後期帝はそのような理論構成をした。そして帝一族を忠義の一族と称えたのだ。裏切らせたのは誰だよって感じだけどね。三藩の乱の終結、あるいは帝一族の降伏によって、時代は新たなステージに進んだと言える。もはや明末期ではない。福民運動はことごとく潰れ、名実ともに秦は中華の覇者となったのである。皇帝も北京で生まれたしね。後期帝の次の狙いはチベット及びダライラマ五世だった。台湾にチベット、現在まで続く問題の根源がここにあるんだね。三藩の乱の際、ダライラマ五世は御三家と結んでいた。その上モンゴル高原で力を持つオイラと族のガルダンを支援していた。モンゴル帝国は秦に服属したのではなかったのかい？モンゴル帝国とはチンギスハーンによって作られたモンゴル諸部族の連合体だ。中には当然それに従わない部族もある。ジュンザル部がそうだったのかい？ガルダンはバートル・ホン大治の息子として、民が滅びた1644年に生まれた。ホン大治、後期帝のおじいさんもホン大治だよね。後期帝の祖父の本当の名は分かっていない。ホン大治とはもともとモンゴルにて使われていた称号であり、それをなぜ女真族の君主が使っていたのかはよく分かっていないのだ。詳しくは、ホン大治を見てね。バートルも称号だよね。チンギスハーンの父親もイェスゲイ・バートルと呼ばれる。バートルはモンゴル高原において、勇者の意味を持つ言葉だ。バートル・ホン大治はダライ・ラマ五世から認められた存在であったという。モンゴル族とチベット仏教とは随分昔から深い関係にあるよね。元の建国者とも言えるフビライは、パスパに文字を作らせたわけだが、そのパスパはチベットの構想だった。また元の歴代皇帝はチベット仏教のために豪華絢爛な寺院を建てたが、それは国家財政を破綻させるほどだったという。詳しくは、元の滅亡。を見てね。ガルダンは13歳の頃にチベットに留学し、ダライラマ五世に師事したという。そのガルダンがモンゴル高原にてカリスマとなり、やがてハーンを名乗ることになる。ハーンはチンギスハーンの子孫のみが名乗れるのでは？ガルダンはかつて土木の変を引き起こしたエセンハーンの血を引いているという。エセンは確かチンギスハーンの子孫じゃないのにハーンを名乗ってモンゴル族の反発を受けたんだったね。男系の子孫ではないというだけで、母系をたどれば行き着くようだがな。それでも男系子孫でなければハーンもハーンも名乗れなかった。なのでガルダンはハーンを自称したことになる。そしてチベットとジュンザル部は連合したわけだね。ガルダンの力は次第に大きくなっていった。そして1688年にガルダンはハルハブへの侵攻を開始するのである。ハルハブ？ハルハブは秦の長江部族だったようだ。当然秦がこれを許すわけもなく、秦とジュンザル部の間で戦争が起こった。後期帝は3度に及ぶ親征を行い、上戸の戦いにて大勝。ガルダンは自ら生涯を終わらせたという。後期帝は強いんだね。
なおダライラマ5世はこの時すでに孤人になっていた。その死は伏せられていたため、ガルダンはそのことを知らなかったという。チベットはどうなったんだい？ダライラマ5世の死が伏せられていたのは、神を警戒してのことだった。そしてダライラマ5世が死んだ瞬間に、転生者を探す必要があった。転生者？ダライラマは観音菩薩の化身とされる。ラマ教の伝統ではダライラマが没すると次の転生者が現れ、そのものが次のダライラマになるのだ。そもそもダライラマがチベットの君主なのかい？宗教上のトップが国のトップになることは世界史上それほど珍しいことではない。ローマ教皇領のトップはローマ教皇であったし、イスラムではトップはカリフとなる。そしてチベットではダライラマであったわけだね。ダライラマが死んでから次のダライラマが就任するまで時間が必要だった。ダライラマ5世が死んでからダライラマ6世が即位するまで実に15年間もかかっている。その間ダライラマ5世の死を隠し続けたのかい？皇帝もうすうすは気づいており、チベットに視察団を派遣したが、チベット側はなんとかごまかしたらしい。そして1697年にダライラマ6世が即位したわけだが、18世紀に入るとチベットで騒乱が起きてしまう。騒乱？オイラト部のホシュートがチベットに侵攻し、ダライラマ6世を廃位してしまったのだ。そして別の人物をダライラマ6世としたが、チベット人はこれに反発した。なかなか大変なことになっているね。さてこの問題にオイラト部の内部対立が関わってくる。1717年、同じオイラト部のジュンガルがホシュートを破り、ホシュートが擁立した対立ダライラマ6世を廃位した。そして翌1718年に皇帝はチベットに派兵したのである。何が何だかわからない。要はチベットとモンゴルの内乱に皇帝が介入したということだ。そしてサルウィン側の戦いが起こり、秦の軍団はジュンガルによって敗北してしまった。この時期の秦が負けるのは珍しいね。この敗北を受けて皇帝はジュンガルの同盟者を取り込むことにした。この目論みは成功し、秦はジュンガルをチベットから撤退させることに成功したのである。皇帝は敵を分離させるのがうまいんだね。1720年、ダライラマ7世が即位した。この人物はもともとチベット人から支持を受けており、モンゴルの各部族や皇帝もダライラマ就任を支持したのだった。なおこの時ダライラマ7世は12歳。これはチベット情勢に秦が介入したという理解でいいのかな？これ以降秦はチベットへの支配を徐々に進めていくことになる。さて、時を少し遡り、ロシアとの関係も見てみよう。皇帝の自責において、世界史的に最も重要なのは、ネルチンスク条約の締結かもしれない。条約かい？条約を結んだのかい？国境の考えは西洋的であると言われる。中華思想において天下は全て皇帝に帰す。皇帝とは三皇五帝をも超える唯一無二の存在なのだ。神権政治どころか皇帝は神そのものなんだよね。中華皇帝に対等の概念はない。皇帝は中華以外には存在せず、だが中華皇帝を認めるのならば中華皇帝の名において王号を授与する。神義は王はその一例だね。この時代のロシア皇帝をピョートル大帝と呼ぶ。サーリである彼はインペラトールを名乗り、帝政ロシアを開始するのだが、厳密なロシア史で言えば、ネルチンスク条約を結んだ時、まだ帝政ローマは始まっていなかった。ピョートル大帝も即位時は実権を握っていなかったんだよね。この時実権を握っていたのは、ピョートル大帝の姉にあたる、ソフィア・アレクセイブナだった。ネルチンスク条約締結時においても、ロシアツァーリ国の実権を握っていたのは摂政である彼女だった。ロシアツァーリ国も秦も膨張政策を取った点で一致している。両方とも恐ろしく広い国だもんね。そして両国の膨張主義がぶつかったのが17世紀の後半だったのだ。三藩の乱平定後、皇帝はアルバジンを攻撃した。この紛争はアルバジン戦争、もしくは六年戦争とも呼ばれる。戦争が終わったと思ったらまた戦争するんだね。ネルチンスク条約にはこの戦争の講和条約という面もある。この条約によりアルブン川とスタノボイ山脈が両国の国境となった。これは秦の側に有利な国境設定だったと言われる。
そしてこの条約においてロシアは不凍港を手に入れることができなかった。これから先もロシアの課題として残り続ける問題だね。続いて後期帝の国内政策も見ていこう。三藩の乱を平定し、台湾の帝一族も下した後期帝は、国内の巡航を行った。南方への巡航は6度にも及び、歴代中華皇帝と違い、清の中央政府が全て費用を負担したという。清や隋、宋あたりとは真逆だね。歴史に学ぶとはまさにこのことだろうな。清も隋も北宋も、重税によって滅びた面がある。それぞれの国は大規模な土木工事などを行い、その労働力は人々の強制労働で賄った。詳しくは、清の滅亡、隋の滅亡、奇想を見てね。後期帝は民に負担をかけないことを何より重要視した。そのため治水事業を行うなど国内インフラを整備し、巡航にてそれを確かめていたのだ。後帝の時代から治水は中華の要だね。だが一方で漢民族の中に満州族に対する憎しみもあった。南民が滅亡し、三藩の乱も失敗し、帝政公の一族が降伏したことで、人々は武力での抵抗をやめた。その代わり言論での抵抗を試みたのである。ペンは剣よりも強し。そこで後期帝は文字の獄を発動した。これはかつて民の創始者である後部帝が行っていた政策に似ている。そう、という字を用いただけで処刑されたんだっけ？後期帝は表現の自由など許す気はなかった。阪神、阪満州とみなされた文書を作った者は容赦なく殺した。著者だけではなく編者や構成者、印刷工に至るまで殺された。いくらなんでもやりすぎじゃ。1663年には、清をそしる記事を書いたとして著者以下74名を無残に処刑している。処刑した者に妻があれば辺境に送り兵たちの慰み者とした。さすが史上最高の名君だぜ。少しでも反身的な部分があれば、後期帝は容赦なくその関係者を一族ごと斬殺した。清の始皇帝の焚書工事に見られるように、中華皇帝はしばしば言論の自由を封殺した。だがその度合いは後期帝以降の清が最も激しかったと言えるだろう。でも始皇帝は暴君とされ、後期帝は名君とされるわけだね。名君や暴君を判断しているのは一体誰なのか、誰の目線で判断されているのか。言論の自由の抑圧という面では、後期帝以降の清は最悪だったと言える。西洋的ジャーナリズムの観点から見れば、後期帝は最悪なのかもね。民主主義的観点から見れば皇帝という制度自体最悪だろうがな。さて始皇帝が暴君と言われる一方で後期帝が名君と言われるのは、内政政策によるところが大きいであろう。民の一日の宮廷費用と後期帝時代の清の一年の宮廷費用は同じぐらいだった。そのような言葉が残るほど後期帝は倹約に努めた皇帝だった。民の時代はいくらなんでも使いすぎたよね。その結果増税という最低最悪の手段を用い、そして当然のように滅びていった。民は滅びるべくして滅びたよね。後期帝は公務員を大量にリストラクチャリングしたことで財政を健全化させた。その結果国家の支出は減り、大規模な減税政策を行うことができたのだ。この一点だけをもっても後期帝の政治の素晴らしさがわかるね。また後期帝は宦官勢力を縮小させたことでも有名だ。後期帝の父である順治帝は、十三衙門を設立した人物であった。十三衙門？宦官で構成される政治組織だ。皇帝による専制君主制度と宦官の存在は密接な関係がある。ドルゴンの死後、順治帝は宦官を用いて皇帝独裁を試みたのだ。そのために十三衙門を設立したわけだね。この行為が軍神との圧力を生んだのは言うまでもない。そして順治帝は十三衙門が設立されてすぐに死んでしまった。そして幼き後期帝が即位したわけだが、実権を握っていた4人組は十三衙門を廃止したのだ。民の二の舞は避けられたんだね。民の最盛期には10万人いたとされる宦官の数は、後期帝の時代には400人ほどになったという。民の時代には10万人もいたのか。義中権のように出世のために宦官になる者もいたしな。減税を行い、内政を充実させたことで、後期帝の時代には人口が増大し、
人類史上初めて一つの国で1億人を超えた。その後も秦の人口は増え続け、18世紀の末には3億人にまで膨れ上がったのである。凄まじい増え方だね。後期帝は権力の頂点にいながらも贅沢はせず、質素倹約に努め、昼も夜も勉学に励んだという。一方で武芸にも秀でており、15人力の弓を引き、虎や熊を数十頭単位で仕留めているという。文武両道というわけだね。後期帝は様々な文化的事業でも有名だ。最も有名なのが自身の名を冠した後期辞典であろう。この辞典は30名の学者が5年の歳月をかけて完成させた辞典で、4万2000字余りを収録している。それはよかったねー。一方で御政新聞館という満州の語句を満州語で説明した辞典も制作している。他にも百科辞典である古今図書集税の編纂を命じるなど、文字通り歴史に残る編纂事業を行った。それはすごいねー。後期帝個人の学級としては国内だけにとどまらず、イエズス会士を通じて海外にも向けられた。数学や天文学も熱心に学んだようで、ベルギー生まれの神父フェルビーストにユークリッドの言論を満州語訳させている。フェルビーストって人はすごいな。フェルビーストは後期帝の政学の師だったようで、天文学、数学、統計学の講義を行っていたという。他にもフランス出身のイエズス会士ブーベやレジスも重用し、光与全乱図を完成させている。光与全乱図とは何かね？中華で最初の実測地図だ。地図ってもう少し前になかったっけ？今夜万国全図が明代に作成されたが、こちらは世界地図だ。なお光与全乱図に関してはなぜか原図が残っていない。なぜ残っていないのかは歴史上の大きな謎である。不思議不思議だね。一方で後期帝は中華の伝統的な儒学も好んだ。中でも朱子学を重要視した。そして後期帝は朱子全書や整理大全など朱子学に関する本も作成している。朱子学は反満州族の学問とは見なされなかったんだね。また中華の正当な歴史書である二重史史最後の書物、民史の編纂も大半が後期帝の時代に行われた。残念ながら民史の編纂は後期帝の時代には終わらず、その完成は乾隆帝の時代まで待たねばならない。一年ちょっとで編纂された原史との差がひどい。原史は二重史史で最も出来が悪いと言われるな。だが原史の存在があるため三皇五帝から秦まで正統が一本の道で繋がったと言える。民史の編纂は秦の正統性を主張するためには非常に重要な国家事業であった。秦は民の後継国家であるというわけだね。それに関して一つ。1708年、朱子官という人物が捕縛された。朱、もしかして民の皇族かい？民最後の皇帝である崇禎帝の息子だ。民が滅びてから60年以上経って捕まるとはねー。朱子官は出家して僧侶となり、還俗して夫婦仲良く平穏に私塾を開いて生活していたという。だがこの夫婦を密告する者があった。以降朱子官は逃亡生活を送ることになる。不憫なんてレベルじゃない？だが朱子官は結局捕まってしまった。すでに75歳を超えていたという。一体何の罪で捕まったんだい？謀反の罪だな。だが朱子官は三藩の乱という機会があっても謀反など企てなかったのに、どうして今更秦の安寧を破壊するのかと問うた。それどころか秦には恩義さえあると力説した。それで後期帝はこの人物をどうしたんだい？殺したよ。それもただ殺したんじゃない。人類が考え出した最も残虐な方法でじわじわと苦しみを味合わせて殺したんだ。猟奇帝か。泣こうが、わめこうが、叫ぼうが、後期帝にとってはどうでもよいことだった。朱子官は苦しみの中で、だが死ぬことすらできずに拷問を受け続けた。この人が一体何をしたんだよ。謀反を起こした事実はないが、謀反の心を抱かなかったことがないとは言えず、これだけでも死罪に値する。後期帝はそう言って直々に朱子官を猟奇刑に処したのだ。そして朱子官の子供や孫も皆殺しにしたという。なあ、こんなことする人間が最高の名君なのかい？せっかくなので同時代の人間の後期帝に対する評価を見てみようか。
皇帝は朝と晩では言うことなすことが正反対で、一貫性がなく、万事人任せである。管理や人民で皇帝を愛する者はまずない。これはロシア人施設スパサリーの言葉である。客観的な意見、と言って良いのかな？まだネルチンスク条約が結ばれる前、アルバ人戦争よりだいぶ前の話なので、似たままの意見だったのだろう。また別の人物はこのような意見も述べている。帝は栄誉や名声ということにかけては貪欲悪ことを知らぬたちである。彼は肝心たちが学者を、特に学問のある統治者を尊敬することを知っていて、ひたすら学問にふけっている。近似の者も、皇帝の名誉欲を擁護することに必死のありさまである。皇帝の持つ承認欲求の高さとそれを満たすための苦心が見えるね。この言葉を残したのは皇帝の学問の師であるフェルビーストだ。ある意味皇帝に最も近く、そして最も客観的に見ることができた立場の人間の意見だと言える。皇帝が最高の名君だという評価はじゃあ一体どこから来たんだい？皇帝の評価に触れる前に、皇帝の後継者問題について触れておこう。皇帝の後継者問題に関しては、後々まで大きく問題となった。揉めたのかい？かなりな。漢民族には長子相続の伝統があったが、満州族にはそのような制度はない。実際皇帝の祖父にあたる本太子はヌルハチの八男である。皇帝の父親順治帝は大九子だったね。中華北方の民族には基本的に長子相続の概念はない。それはチンギスハーンの死後に三男オゴタイが後を継いだことでもわかるだろう。詳しくはオゴタイを見てね。なおチンギスハーンの死からオゴタイが後継者になるまで約2年ほどかかっている。総じて中華北方民族は次の君主を各部族や一族の合議制で決める。皇帝の後継者もそうだったのかい？皇帝はこの伝統を守らなかったと言える。皇帝は生前皇太子を立てたのだ。これは漢民族の風習と北方民族の風習がぶつかり合う話かい？そう見てよいだろうな。皇帝には35人の王子がいたという。その中から後継者を選ぶのは大変そうだ。皇帝が皇太子を立てたのは1676年のことだった。皇太子となったのは炎上という名の王子で、当時まだ2歳であった。才覚を見抜いて決めたとかではなさそうだね。皇帝の長男は養成してしまい、炎上が最も年上だったようだ。つまり漢民族の文化に習って年長者を皇太子に立てたわけだ。でも満州族はそれに反発したのだね。反発が表面化したのはこのだいぶ後、ガルダンを討伐した後だった。ガルダン討伐に際し、皇帝の6人の王子が功績を挙げた。一方皇太子は大切にされすぎたために軍事的な功績はなかった。満州族的には尊敬されないわけだね。強き者が指導者になる。それが基本的な中華北方民族の論理だからな。弱肉強食の世界の中で、トップが優秀じゃないと部族そのものが危ないもんね。もう一つ問題があった。それが宝刀だ。宝刀？三国志の例がわかりやすいかもしれない。例えば袁紹の息子の袁譚と袁紹はそれぞれ徒党を組んで対立した。あるいは有能の息子たちもそうだったし、曹操の息子たちもそうなりかけた。後継者争いで派閥ができてしまうということだね。どうやら皇太子である袁紹は皇帝としての適格を備えていなかったらしい。そのためか反皇太子派が出来上がってしまったのだ。皇帝が危惧していた宝刀問題が起こってしまったわけだね。中でも問題だったのは孫悟という人物だ。この者は皇帝初期に実権を握った祖人の息子だった。おっす、おら孫悟。皇帝が覚えを捉えた時、孫悟の力を借りた。また、皇太子である袁紹の母親は祖人の孫娘、つまり孫悟の命にあたる。真の中で次第に孫悟の力が大きくなるのは必然だった。皇帝は孫悟に恩があり、孫悟は皇太子の強力な後ろ盾だったわけだね。一方で孫悟に強く反発する者もいた。民主という人物がその筆頭となり、反皇太子派、あるいは反孫悟派ができた。真が分裂してしまったわけだね。しかも反皇太子派には南諸坊の面々が参加した。南諸坊？
科挙出身官僚の中でも特に優秀な人材を集めた学問所だ。ここに入るのは最高の栄誉であるとされた。ただでさえ通過するのが難しい科挙試験なのに、さらにその中でも優秀な人材が集められたわけだね。高規定はよく難所望に顔を出していたという。でも科挙は儒教の素養を問う試験だろう？どうして反皇太子派になるんだい？反皇太子派の司会民事は狡猾な人間だった。難所望では官僚たちの足の引っ張り合いが常だったが、民事は失脚しかけた者を厚遇したのだ。科挙に合格した人たちもやっぱり人間なんだね。人格と学力は必ずしも比例しないからな。それに民事の方が孫悟よりも優勢になった瞬間があったんだ。いわば外籍の孫悟よりもかい？きっかけは三藩撤廃令だった。高規定は三藩の撤廃を決めたのだが、孫悟はそれに反対したのだ。大多数が反対して、極少数が賛成したんだったね。民事はこの時高規定の意見に賛成したのだ。以降民事は高規定のお気に入りとなった。出世したい官僚は民事を取り巻いたわけだね。そしてある時反皇太子派、民事派が孫悟の弾劾を行った。そして孫悟はついに失脚してしまう。後ろ盾を失った皇太子は脆かった。高規定はついに敗退しを宣言したのだ。皇太子を敗するとはよほどのこと。その後宮中では足の引っ張り合いが頻発した。その過程において所長氏の院士が呪詛の疑いで逮捕されている。この時代にまだ呪詛の罪があったことも驚きだけど、所長氏がいたことも驚きだよ。呪詛の罪は漢の武帝の時代から罪をなすりつけるための手段としてしばしば用いられてきたからな。なお所長氏を告発したのは三男の院士だった。年功序列だと次の皇太子になる立場というわけだね。1709年、高規定は再び院長を皇太子に立てた。だが高規定は皇太子派の徒歩吉良を処刑すると、1712年には再び敗退しを宣言し、院長を投獄してしまうのである。とても明君の行動とは思えないんだけど。高規定は1722年11月13日に死んだ。そして第四子の院臣こと雍正帝が次の皇帝となった。なぜ第四子が？遺書があったとされる。論古土という人物が高規定からの遺書を受けたという。その遺書は本物かい？当時から疑いがあったようで、雍正帝には三奪の噂がつきまとった。なお論古土は権力の絶頂を極めた後、投獄され獄中で死んだ。雍正帝は兄弟たちを豚呼ばわりなどするのだが、その話はまた次回しよう。雍正帝はかなりの人物のようだね。遺書の存在有無はともかく、生前皇太子を立てないのは異邦人の伝統となった。そして孔明盛大と書かれた額縁の裏に次の皇帝を記した封書を置き、皇帝が死んだ時に開封するようにしたのだという。党派の争いがなくなって、最も優秀な人物が後継者となるわけだね。真が長続きした要因とも言われるな。さて、高規定の評価の話に戻ろう。高規定は民衆には優しい皇帝だったと言える。そうかい？そうなのかい？飢饉の際には減税、あるいは免税し、米の蔵を開放した上に、被害の大きい地域には米を分配したという。飢饉に際しても増税し、さらに飢饉を拡大させた数帝帝とは対照的だったと言える。結局その飢饉が原因で李自成の乱が起きて、民は滅びるんだよね。死ぬか移住するか盗賊になるかしか選択肢がないほどまでに人々は追い込まれたからな。高規定は熱心に歴史を学んでいたようだし、そのあたりを反面教師にしたのだろう。詳しくは、李自成の乱、を見てね。高規定は中華史で最高の名君とされるのだが、同じく最高の名君とされる長教院とも対照的であると言える。長教院は甲州の西宗君から禅譲を受けて宗という国を建てた。そして生前、石に文書を刻み、宗の皇帝のみがそれを見ることを許されたという。一体何が書かれていたんだい？赤国遺訓と呼ばれる文書には次の二つのことが書かれていた。一つは言論を理由に死体婦を殺してはならないこと。もう一つは甲州の皇族を子子孫孫にわたって厚く面倒を見ること。高規定とは真逆だね。個人的には名君とはこういう人物のことを言うのではないかと思う。詳しくは、長教院、を見てね。
皇帝は明の後継国家を称しながら、その皇族をあまりにも残虐に殺した。三国志の悪役と言われる曹操やその息子の曹丕ですら漢の皇帝であった献帝を殺してはいない。でも曹操親子はずっと三奪者として責め立てられ、皇帝は名君として褒めたたえられているね。皇帝は血を吐くほど学問に熱中し、虎や熊などの動物たちを弓で大量に殺戮できるほどの武勇を持っていた。そしてその後の秦の繁栄の礎を作ったわけだが、それと明の皇族を惨殺したことは別々に考える必要があるだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。